テレビ番組でたびたび登場する料理の映像、その魅力を最大限に引き出すのがフードコーディネーターという仕事です。今日はそのスペシャリストに迫ります。料理をいかに美味しそうに魅力的に見せるか、実際に味わうことのできない視聴者に食欲を刺激する映像を届ける影の仕掛け人、広里貴子さん。この日のメニューはこちら。中の具材、子供でも簡単に作れる沢田流春巻き。かけるチーズが皆さんが食べるときにビヨーンって伸びるっていうのが大きなポイントなので、私たちはそのタイミングを見てそのちゃんと伸びるものを提供するのが今回の任務です。お撮影で、ね、カメラを止めることがなかなかできないので、そのいいタイミングで出すのが難しくて。そして出演者の試食です。火が使えないんで、下に保温装置入れて温めてます。熱いよ、めっちゃ熱いので、このステンレスも高いの、うん、おー、伸びた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 、すごい。試食シーンの撮影が終わると、もう一度春巻き作り、スタッフに美味しそうに取れるようアドバイスします。挟んで持ったらいけると思う。では3、2、1、伸びた。おお、いいよ、ストップ。そして放送された映像がこちら。おいしい。オイスターソースと海苔が効いてるんですね、合うんですね、やっぱり。うまみがあっておいしい。フードコーディネーターの仕事の難しさは、準備万端でしてるつもりでも、やっぱりその時間によってタイミングがちょっとずれると美味しそうに見えないものっていうのたくさんあるので、食べ手に寄り添う形で出来たてを提供するっていうのが美味しそうに見せるポイントだと思います。広里さんは小学4年生から料理教室に通い、当たり前のように料理の道へ。大阪阿部の辻調理師専門学校日本料理コースに入学しました。技術講師として学生に料理を教えていた時、なにわの伝統野菜との出会いが人生を変えたといいます。辻教時代に大阪の野菜を広める料理のレシピを何品か作ってくれっていう仕事を一緒に漁師と一緒にさせてもらってて、そこで大阪のお野菜がこんなにたくさんあるんだっていうことも知って、大阪の魅力をもっともっと発信できる仕事に就きたいな。食にまつわるあらゆることを発信したいという思いを込め、ごちそうプロデューサーという肩書きで活動しています。後ろにあるなにわ野菜はたまたまこの日厨房にあったもの。小妻南京っていう大阪の西成区でできたかぼちゃですね。あとは田辺大根といいまして、もうこれは煮ると非常に甘みが出ておいしい。そんな広里さんが縁あって水野真紀の魔法のレストランのフードコーディネーターに。もう有名なね、シェフがたくさん出てる番組なので、勉強にもなるしと思ってウキウキして入ったんですけれども、中はやっぱりね、どの番組もそうですけど戦場ですよね。以来毎日放送の番組に食のスペシャリストとして出演することも。すごいたっぷりとニンニクをミント見終わった後に作ってもすぐできる。広里さんは食のイベントにも積極的に参加しています。木津市場を盛り上げる大阪門朝市ツアーという催しで振る舞い鍋を作ったり、おせち作りのきっかけになればと百貨店では一人前のおせちを実演しました。大阪の食文化を皆さんに発信する、いいチャンスといいますか、でもあるので、できるだけそういったお話があるときは足を運ぶようにしてます。毎週日曜日昼11時40分から放送している台所ベジタ、この番組がスタートした5年前から担当しています。緊急事態宣言発令を受けて、通常はダイエーの店舗で行われる収録を感染防止対策を徹底し、広里さんのスタジオで行いました。まずシェフの到着前にすることは、
シェフから指示の来たレシピをもとにこちらで買い物をして、シェフが来るまでに材料を計量などをして、ある程度の込みの方はしておきます。シェフの料理はすごく簡単にできるっていうので好評なので。出演者の鈴木シェフが到着しました。シェフおはようございます。すみません、狭いところに。ようこそ。これ粗めでいいです。粗めでいい、本当、これぐらい、これぐらい、これぐらいでいいですか。玉ねぎとかじゃがいもとかこんな感じでいいですか。玉ねぎ普通なんですよ。じゃがいも、それぐらいで OK です。まずは今日2月7日の放送分、カリフラワーとエビのアンチョビマヨ焼きから、うん、はい、ではお待たせいたしました、うん、行きましょう。はい、そんなカリフラワーで今日はお手軽オーブン料理を作ります。本番が始まると何やら熱心にメモを取る広里さん。シェフが何を持ってたかとか手で盛り付けてたのとか全てメモを取って、全く同じことができるようにしております。お願いします。はい、続いて野菜ソムリエ関ひろみさんのコメント撮影。お箸が止まらない。終了後、視聴者が分かりやすいように料理のポイントとシェフが調理する手元を撮影します。先生、キノコから言って玉ねぎから言って、玉ねぎ、エリンギ、はい、お願いします。先ほどのメモが役に立ちます。次の料理に必要な材料を用意し、鈴木シェフをアシストします。女性ならではの観点と、僕がやっぱりプロの料理人であるがゆえに、家庭の主婦の方を忘れちゃって行っちゃう時もあるんですけど、そういうところにちゃんと指摘して教えてくれはりますね。分かりやすいレシピに少し触ってくれる感じです、はい、料理の撮影でも様々な工夫を凝らして番組を支えています。ちょっとだけ焼き目や目にしてから多分伸びると思うんだけど、はい、小松菜とか青物に関して言うと、やっぱり出来たてじゃないとなかなか発色もしないので、そこの部分は気をつけております。関西を代表するフードコーディネーターの方なんですけども、年の下の僕にも同じように対等に接してくれて、同じように対等に意見をくださるので、僕もそれでいいものが作れてるかなと本当に感じます。そんな広里さんはドラマ制作の現場でも大活躍。NHK の連続テレビ小説ごちそうさんから現在放送中のおちょやんまで、大阪製作の料理指導を全て担当しています。時代にできるだけ忠実にするということで、勉強の時間というのはもうできるだけ割くようにしているんですね。その時代にないものは使わない、その時代に人気のあったものは率先して使うっていうふうに、視聴者の人がタイムスリップしてもう見ていただけるようなものにしたいな。おちょやんに芝居茶屋岡安の先代の女将役として出演している宮田恵子さんは、MBS 制作のドラマにも多数出演する関西を代表する女優さんです。撮影現場の話を聞いてみると、セリフ喋る時にね、支障のないものを選んで食べてるんですけど、おつゆをねよくいただくんですよ。私はね、お出汁がね関西風で、現代の私たちが出せないような味なんですよね。で、深みがあって、でそれは私もさすがにカットってかかった後、あともう一口二口呼ばれています。もう一口食べて美味しいっていうポイントには持ってくるんですけれども、その中でも、喉が渇くとね、セリフにつながらなかったりとかするので、皆さんに安心して口の中 に入れて。長丁場の制作現場なので、役者さんの体を気遣った料理を出しています。さらに朝ごはんなり夕ごはんなり、広里さんがご用意してくださったら、その時に、あ、私の役はこういうものを食べてるんだっていう、やっぱりその時の発見がありますよね。すると自然と作ってた役がちょっとこう膨らむんですよね。だからそういうところですごく広里先生には助けていただいてるし。この宮田さんのコメントを聞いた広里さんは、あ、嬉しい。もうそうですね、台本を読んで、その方にできるだけなりきって、
料理を作るようにしてます。昔の船場 の, お家っていうのは派手な時はすごく派手で、節約するとかすごく節約するっていう部分のメリハリがついてるので、制作者やシェフがその料理に込めた思いを汲み取って視聴者に分かりやすく映像で伝えるにはどうすればよいか常に考えているという広里貴子さん。人々が楽しい食卓を囲めるようごちそうプロデューサーとして関西の食を豊かにし、おいしいで人を笑顔にするのが目標です。そしてその目標に向かって今日も料理を作るのです。